ザ・グランド・ビジア・ギビング・ア・オーディエンス・アンダー・ザ・ドーム。大宰相または、サードル、エイ・クレム、オスマン帝国時代には、または、は、オスマン帝国における、最上位の官位で、ペルシャ語のベズ・イールに由来する。また、ベズ・ラザム、ベズ・ザ・ラムと呼ばれる場合もある。英語では、グランド・ビジアと呼ぶ。大宰相は、支配構造上では、スルタンの直下に位置し、 スルタンの絶対権力を代行する立場であり、原理的には、スルタン以外からは罷免されない。オスマン帝国運営の実務を担い、政務にあたって他の最小を招集することができた。宮帝内の午前会議は、その開かれていた場所が、トップカップ宮殿内の聖堂内であったことから、聖堂最小と呼ばれた。また大最小の皇帝は、バーブアーリーと呼ばれた。大宰相はまた、 パキスタンの首相を指す、ウルドゥ語でもある。オスマン帝国の成立して間もない頃には大宰相と、有名称はなく、宰相とだけ呼ばれていた。その中で最初に大宰相と呼ばれたのは、チャンダルルケ出身のハイレッディン・パシャである。大宰相というくらいは、宰相の中で、スルタンの代行者と、その他の宰相を春別するために設けられた。 はじめのうちは、ベズイール・ヤーザムと呼ばれることが多かったが、次第に、サドラザムと呼ばれるようになった。どちらも、意味としては同じである。大宰相はまた、オスマン帝国の歴史を通じて、サドル・ヤーリー、ベキル・イ・ムトラク、サーヒブ・イ・デブレト、セル・ダル・イ・エクレム、セル・ダル・ヤーザム、ザート・ヤーサフィなどと呼ばれた。キョプルル時代には、歴代の大祭章が、 オスマン帝国の実権を握っていた。この時代には、ツルタンの権力は弱められ、それが、支配階級の階に分散していた。タンジマートの後、19世紀のオスマン帝国では、大宰相は、現代の西洋国家政府における首相に近い、役割を果たすようになった。ありがとうございます。